堀利広万円元年11月6日は、江戸時代末期の旗本、幕臣。通称は織部、織部の神、小之助。字は金文、金踏み、椎沙尾虎。号は雄梅、梅花山人。署名は利市だ。父は、大目付の堀利方。母は、林十歳の娘。母方のおじに、鳥居王蔵、林副歳、いとこに、岩瀬忠成、異母亭に。 パリ万国博覧会施設団の徳川、秋武電役で、初代提出博物館長の山高信らがいる。嘉永7年、日露阿信条約調印前に、国境設定の調査として、カラフとエゾ地の巡回を行い、そのまま函館奉行となる。奉行在任中にも巡回を行った。同行者に、武田綾三郎、玉虫左太夫、江本武明、郷純三、 小吉武がいる。安政5年には新設された外国奉行に就任、神奈川奉行も兼任して諸外国大使との交渉に尽力した。横浜公開港に尽力し、通商条約では日本全権の一人として署名している。万、ま、円元年、プロイセンの外交官、フリードリヒ・アルブレヒト2・オイレンブルクとの条約交渉を行っていたが、この時に、 李ヒ氏がプロイセンと裏交渉しているという風文、並びに、プロイセンではなく、ドイツ連邦との秘密交渉などが行われていた、ことなどが露見して、幕府から追及される。李ヒ氏はそれに対して、何の弁解も行わず、プロイセンとの条約締結直前に切腹した。去年43、死後、村垣のリが、オイレンブルクとの交渉を引き継いで、 日広市就修通商条約を結んだ。日本歴史学会編、明治新人明治展、吉川博文館、1981、880校、栗本左遷幕末の日本と、フランス、藤井義春、林正独立行政法人国立文化財、気候東京文化財研究所2015年12月14日、山高の仏羅山高の仏羅こ 福地源一郎、懐おじが改造文庫、1941年 63p。ありがとうございます。